ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は日韓における竹島問題についてお話ししていきたいと思います。2022年の5月に韓国でユン・ソンニョル大統領が誕生して以降、それまでムン政権下での数々の反日政策によって戦後最悪の状態と言われていた日韓関係は一気に改善の方向に動き出すこととなりました。ユン大統領が大統領選挙中から掲げていた日韓関係の修復という言葉の通り、韓国ではムン政権での反日路線が次々に覆され、対する日本でも韓国の心変わりに応じる形でいささか譲りすぎとも思えるほどの歩み寄りが重ねられてきました。安全保障や経済の分野は言うに及ばず、歴史認識や文化などの面においても現在の両国の関係は2年に満たない間に大きな様変わりを遂げたと言えます。しかしその一方で両国の間の領土問題、つまり竹島をめぐる日韓双方の立場や主張は以前と全く同じと言ってもいい完全なる平行線の状態にあります。そのためこの間の報道を振り返ってみると、竹島に関する話題があまり目につかなかったという印象をお持ちの方も多いはずです。ですが目に触れる機会こそ少なかったものの、竹島をめぐっては実はユン政権誕生以降、あるいはここ数年に限ってみてもいくつかの重要な動きが起こっています。そこで今回はこうした近年の動きを踏まえた上で竹島問題に関してお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。日韓関係を戦後最悪の状態に陥れたムン大統領の後任としてユン・ソンニョル氏が韓国の新たな大統領に選ばれたのは今から約1年半前の2022年5月のことでした。ご存知の通り、ムン政権下の韓国では数々の反日暴挙が繰り返され、前任のパク・クネ大統領時代から冷え込んでいた日韓関係は輪をかけて険悪化することとなったわけですが、ユン大統領が誕生して以降は韓国側の態度が前政権とは真逆と言ってもいいほどに急変することとなります。ユン政権下の韓国は安全保障面を筆頭に次々に現実路線の政策を打ち出し、その過程で彼自身が掲げる日韓関係の修復に舵を切っていきました。そしてこれに対して日本では韓国側の外交姿勢の変更に呼応する形で、それまでの安倍菅路線からの方針転換が図られることになります。外相時代に日韓慰安婦合意を結んだ岸田総理の下で、日本は韓国側の宗派に対して積極的な歩み寄りを行い、ムン政権時代に両国関係の火種となった問題に対してやや不完全な形ではあるものの、矢継ぎ早に結論を出していきました。こうした決定の一つ一つが国益にかなったものであったのかは歴史の評価を待つ他にないわけですが、ともかく日本側のこうした姿勢も手伝って日韓関係はかなりの程度まで改善されることになったんです。しかし日韓両国の急転直下ともいえる関係改善によって、かつてから山積してきた全ての懸案が解消されたのかといえば、当然ながらそうではありません。韓国軍によるレーザー照射問題などの近年新しく発生した懸案については一応の幕引きが行われたものの、戦後の日韓関係を歪めてきた問題については全くと言っていいほど解決の兆しが生まれていないんです。このことは竹島問題を見ればすぐにでも理解できます。他の問題との比較で言えば、竹島問題をめぐる両国の関係は完全なる膠着状態にあると言っていいでしょう。もちろんことは領土問題ですので一朝一夕に解決することなど初めから起こり得ないわけですが、だとすれば日本が無用な挑発を行っていない以上は韓国においても十分に自重した態度が求められるはずです。ところがユン大統領誕生以降に実際に起こったことはこれとは真逆の事態でした。
多くの方がご記憶の通り、2023年の5月に韓国の国会議員が竹島への不法上陸を行ったんです。言うまでもなく、竹島は歴史的事実に照らしても、かつまた現在の国際法上の観点からも日本に帰属することが明らかになっている我が国固有の領土です。したがってこの上陸は完全なる暴挙だと言えますし、日本の外務省が韓国大使館を通して事前に上陸の中止を求めていたことを踏まえれば、不法上陸を許したことの責任はユン政権にあるとも考えられます。ちなみにこの時に竹島に上陸したのはユン大統領のお膝元である与党国民の力所属の議員ではなく、最大野党共に民主党所属の国会議員を含む全14名だったということです。この一件を受けて、当然ながら日本の外務省は韓国側に対し抗議を行うと同時に再発防止を求めました。韓国の国会議員による竹島への不法上陸はムン政権時代にも行われており、その際にも日本側では外務省が抗議を行うと同時に自民党の国会議員が韓国側の動きを非難する発言を行っています。したがって2023年のこの一件は、大統領が交代して政権の方針が抜本的に改められても、竹島問題に関しては旧態依然たる姿勢が引き継がれているということを示す非常に象徴的な出来事だったということができます。さて、韓国が日韓関係の修復を謳うユン政権の下でこうした暴挙に及んだ一方で、日本側は少なくとも同政権が誕生して以降は竹島問題に関してそれほど大きな動きを取ってきませんでした。おそらく岸田政権としては、日韓関係が日に日に改善されていく中で韓国側に無用な刺激を与えるべきではないと考えたのでしょう。しかし、過去数年という幅で見てみると、日本政府は現在のように韓国に対して口をつぐむどころか、竹島問題に対して明確なメッセージを発してきたと言えます。その最も分かりやすい例は、2021年の9月から12月にかけて行われた政府主催の企画展です。同年に韓国の国会議員が竹島に不法上陸を行ってから約1ヶ月後に開催されたこの企画展で、政府は新たに発見されたサンフランシスコ講和条約に関連するイギリスとオーストラリアの公文書などを展示しました。日本政府は以前から政府の委託事業として竹島に関連する資料の収集を行っており、この事業の成果として、これまでは明らかになっていなかった新たな資料が見つかったため、サンフランシスコ平和条約の調印70周年を記念して、こうした企画展が行われる運びとなりました。では、この企画展で展示された主な資料が具体的にどのようなものだったかというと、一つは1951年の5月にイギリスで作成された公文書で、もう一つは同年の7月にオーストラリア外務省が釜山駐在の外交官に宛てた電報です。1951年といえば、改めて振り返るまでもなく、日本が連合国側との間でサンフランシスコ講和条約を締結した年であり、同年の5月と7月はちょうど同条約が作成されている時期にあたります。ですので、この2つの資料がサンフランシスコ講和条約に関するものであることは容易に想像がつくわけですが、重要なのはその内容です。まず1つ目のイギリスの公文書では、サンフランシスコ講和条約の作成過程において、アメリカが竹島を日本領とする案を提示したことを受けて、イギリスがこの案に同意したことが記録されています。そしてもう1つのオーストラリアの電報では、さらに生々しい内容が残されており、当時の韓国がオーストラリアに対して竹島を日本が放棄すべき地域に含めるよう要請した際に、韓国側が伝えた竹島の位置情報が不正確であったために、オーストラリア側で韓国の主張を正しく理解できなかったことが記録されています。ご存知の通り、韓国はこれまでサンフランシスコ講和条約において、日本が放棄すべき地域の対象が最終島、巨分島、うつ領島の3島に限定され、竹島が除外されていることをもって、条約自体がアメリカのみの見解で結ばれたもので、連合国の総意ではないという主張を行ってきました。もちろんこうした主張は従来から根拠を欠いたものだということが分かっていましたが、今紹介した2つの資料によって、今度は新たな証拠によって実際の歴史的事実が判明したということになるわけです。従来韓国は竹島問題に関して根拠のない
い独断や反日士官に根ざす感情論によってあまりにも身勝手な主張を繰り広げてきました。それだけに日本がこれに対して冷静さを欠いた反論ではなく第三国の資料を用いて歴史的事実を明らかにしたことは今後のこの問題の推移を占う上で非常に大きな出来事だったと言っていいでしょう。竹島問題は日韓関係を語る上で避けて通れない話題ですので今後も引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話とこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますのでぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。